ミュールベルクの戦いは、1547年4月24日に、神聖ローマ皇帝カール5世軍が、シュマルカルデン同盟の軍隊を破った戦いである。この戦いで、プロテスタント軍の総大小作戦選定校、ヨハンフリードリヒは、捕虜となり、シュマルカルデン戦争は、皇帝側の勝利に終わった。ミュールベルクの戦い後の皇帝カール5世を描いた、カール5世騎馬像。 ティッツェアノが1547年のミュールベルクの戦いと捕虜となったザクセン選定校、ヨハンフリードリヒ、1630年の会がベルリンのドイツ歴史博物館所蔵ファルケンベルクの決定的な戦いの場所を示す。記念碑プロテスタント軍はザクセン選定校、ヨハンフリードリヒ指揮下の約7000の兵士からなっていたが、ミュールベルクの軍営で奇襲を受けた。プロテスタント軍は エルベガワ北岸で、マイセンからミュールベルクとトルガオを経由して、ビッテンベルクへ向かう、行軍の途中であった。4月24日の朝、ちょうど、ビッテンベルク方面へ向けさらなる行軍を準備していた。皇帝軍の都下が直接には考えにくかったこともあって、エルベガワ方面の守りには、わずかな監視と大砲しかつけていなかった。ザクセン選定公は状況をコントロールしていると、錯覚していた。 というのは、彼は、将校のほとんどと一緒に、テントの中で、福音派の礼拝に参加していたからである。その間に、カール5世軍のスペイン人部隊が一部は、泳いで、一部は、浅瀬から広い川を横断していた。そして戦闘が始まった。わずかな先抵校側の監視部隊は戦闘しながら、陣営へ退却した。先抵校、ヨハンフリードリヒは、 小規模な自軍がカトリック軍の1万7000の不評と1万の騎兵に立ち打ちできるものではなかったので退却を指示した。しかし、防備を固めたザクセン選定校の都市、トルガウあるいはビッテンベルクに戻ることはもはやかなわなかった。むしろプロテスタント軍はその場で壊滅的な打撃を受けたのだった。ファルケンベルクの森でスペインとハンガリーの軽気兵は、 ナポリの重機兵と協力して先抵抗を包囲した。先抵抗は抵抗し勇敢に戦ったが、顔面にサーベルを受け負傷し、捕虜となり、まず、アルバ港のもとへ、最後には皇帝の下へ引き立てられた。ありがとうございます。